はい、こんにちは、ひとです。この前ですね、このビーパルの肉厚鉄板ですね、これ紹介した時にカレーパンを焼いたんですけど、最初が取れてなかったもんで、今日新たにちょっと取り直してみたいと思います。ということで、こちらね、これ普通の100均で売ってるクリップなんですけど、ちょっとちっちゃめのやつにでかいやつ用の長いやつをやって、ちょっとでも火を遠ざけれるような感じで、こんな感じですねにしてみました。っていうのがちょっと変わったところですね。でですね、一応これ4枚入ります。前2枚持ってた方も大丈夫です。買っても4枚入ります。ということで、今日使いたいと思います。でですね、カレーパンね、シングルバーナーで簡単にやれるやつです。はい、ということでこちらですね、山崎のカレーパン98円ですね。98円のものを買いました。トースターで温めると温かいということで、もちろんこれですね、これで温めても美味しいと思います。ということで、ちょっとお腹が空いたので焼きます。まあ、キャンプに行って最初ですね、設営して小腹が空いたなっていう時にこんな感じですね。こんな感じで簡単に調理して食べれるものがあるといいかなって。まあ、カレーパンだったら大体98円、95円ぐらいで買えるのかな。ということで、お着替えを買えるパンということで、じゃあお腹空いたので食べます。これあ、これちょっとでかいな。ちょっとでかいです。これちょっと潰すことになるかな。ちょっとでかいな。この前のパンはぴったしだったんですけどね、でかいもんで、こんな感じで潰して焼いてやってます。まあ、こっちは出てもいいかなと思います。ということで、基本は焼くというよりも温めるのがメインですので、これぐらいでいいかなというふうに思います。まあ、これ肉厚グリルパンですね。これは熱くなってますので、ひっくり返すときは火傷しないようにしてください。ジュージューってなってひっくり返します。これ軍手ではなく軍手みたいなんですけど、一応これ耐熱の軍手なんですよ。だから普通の何ですか、普通の軍手よりは耐熱になってます。でもただ普通に持つと暑いかなとは思いますけどね。結構いい匂いがしてきました。いや、まだこれ焦げ目まではついてないんやろうな。まあ一回
下が耐熱だったら置いてひっくり返した方がいいかもしれないです。でカレーパンを焼くにいいところは前も言ったと思うんですけど、油を引かずに、これ肉厚鉄板油別に引かなくてもカレーパンから油が出るもんで、ほぼほぼ焦げつかないかなと思うんですけど、ただ今回のちょっとでかかったもんで、ちょっとどうなるか楽しみですね。はい、じゃあこのもんで楽しみたいと思います。お、もうちょい焼いてもいいぐらいかな。お腹が空いて、ね、あれだから慌てすぎですよ。じゃあお腹が空いたらいただきます。こんな感じです。ちょっと熱いよな、またあたたたた熱あたたたた熱いただきます。あ、うまい。あ、しまった。食べる前に僕の写真撮ってけよ。あっつ、食べてる最中なんだけど、めちゃめちゃ美味しいで、やっぱり。ちょっと大きめをプレスした方がこの後ね、後がくっきりかもしれないです。熱うまっ。ものすごく美味しいです、やっぱり、うん、やはり今日もカレーパンを食べたんですけど、肉厚鉄板、肉厚グリルパンで焼くカレーパンはやっぱり美味しいです。
ということで、この肉厚グリルパンですね、グリルパンにおすすめなカレーパンを焼いて食べてみました。ということで、ご視聴ありがとうございました。うまっ。